ではここで決勝トーナメントのレギュレーションをご紹介いたします、はい、日本選手で1セットです、うん、で先に2セットを取ったプレイヤーが勝者となります、はい、どうやら準備ができたようです、はい、いよいよ決勝トーナメントの1回戦が始まります。バトルファイト、さあ1本目が始まりました。はい、これ 1P、2P はどちらなんでしょうね。 1P がアルク選手で 2P がリベ選手ですね。はい、でお互いに、折り返しっていうんですけども、連鎖の向きとしては左から消えていく形を左から消えていく。なるほど、はい、でここも中盤戦に入ってお互いに高いところまで来ましたね。お互いに牽制のさらに牽制の牽制を取ってます、はい、まあ、2P がいや牽制の牽制ですね。大きな牽制をちょっと残してその牽制を打たせるためにお、しかし先に結構本戦行きました、行きましたね。 1P の方がね、ワンそうですね、1P も連鎖を7連鎖、これでかい、7連鎖いきました。これは返せるのか。 2P が伸ばして4連鎖、5連鎖まだいきます。6 7連鎖帰った、帰った、帰りましたね。わあっとこれはピンチか。おおまずおおまずおおまず1本目取ったのが 2P です。リベ選手、リベ選手が取りました。そして2本目が始まっています。際どい勝負でしたね。でも正直、これまだ試合で続いてもおかしくなかった展開だったので惜しかったですね。まだ牽制がやっぱすごい厳しいですね。そうです、お互いに牽制がかなり厳しい、シビアな牽制が。さあまずはリベが打っていきましたね、まあ、これを対応に回っているが、これはでも本体に繋がっているのはあるな。それを返していくぞ。間違えましたね。6連鎖、あ、いや間違えたんです。ああ、うん、そうですね。うわー取った、うわー取った、アルフが1本返しました。1-1です。3本目、これを取った方が第1セット選手です。またお互い連鎖の向きが一緒で、右の、まあ、左から組んでいって右から、高く折り返しって言うんですけど、組んでいく形を。なるほど、そろそろ中盤戦でお互いに牽制を組みつつも、はい、本体をちょっとずつ組んで、まずアルフが1本打ちました、はい、それは単発で動かしましたね。これは 1P が動かして 2P がちっちゃいジャブを打たされました。あ、返すためにちょっと打たざるを得ない。そうですね、この1連鎖をでも警戒しなきゃいけない。さあリベが5連鎖、6連鎖、7連鎖まで来ました。これはどっちなんですか。のアルフは打たされたのは 2P ですね。打たされてる連鎖、 1P が有利出た。うわー、入りましたよ。1セット目はアルフです。アルフがセットカウントを1対0でリードしています。あ、今のはいい勝ち方ですね。いい勝ち方、うん、いや牽制に牽制を重ねてるんで、うん、本来は本線を動かすために牽制を打つんですけど、うん、その牽制を打つために牽制を打ってるんですよね、はい、その要はちょっとずつ振らせるというか、要するにまあ例えば3連鎖とかを牽制で持ってたとしても、こっちはすでに4連鎖ぐらい持ってるんですよ、うんうん、でもその4連鎖を取っといて別のところで小さい牽制を打って相手に3連鎖も動かすんですよね。でこっちまだ4返す方なのに4連鎖があるっていう。では2セット目が始まります。1セット目を取ったのは左のアルフです。 1P です。さあこの積み方ですが、お互いに似た積みですけど、ここ向きの連鎖の向きは逆になってますね。方向的に逆で、1P が右からの折り返し、これは対応を重ねたのが 1P ですね。両者6本の時間がアルフが、はい、これまた返しておかないと怖い。そうですね、リレーが返します。この間にアルフが、あ、結構でかい、結構でかいですね。8連鎖、9連鎖まで来ました。うわうわ、これアルフが返せるか。ちょっと足んない。6連鎖、あれ7連鎖、8連鎖、ちょうど入りました。あ、でもこれを返してる。リベがどこまで行くか。足んない足んない、4連鎖まで。うわぁ、ジャブが降りました。うわぁ、うわぁ、1本目はアルフです。2本目です。いい試合が続いてますね。面白い試合ですね。全然事故がないような試合ばっかりで、これお互いに右から折り返して左に消えていくような形を。なるほど、最初言ってたリベ選手の読みづらさみたいなのってもう出てます。さっきの連鎖とかも多分そうだったんです。あ、なるほど、うん、これも多分そうですね、
ちょっと分かりづらく組んでいますね。さあここはアルフ選手が4連鎖、私これはいいタイミングで4連鎖打って、ああ返していきますね、リベ選手、これはちょっと、ああっとリベがこれは、ああ取りました、2本目はリベ、これで第2セットは 1-1 です。うわどっち勝つんだこれ、すごい接戦、本当拮抗してますね実力。3本目です、アルフがだいぶ左に高く積んでますね。そうですね、ちょっと防御力を上げてるような感じを印象を受けますね。真ん中を開けることで、そうですね、相手のお邪魔を食らっても、うん、その分あの耐えた分こっちはあの供養が残ってるんで、うん、さらに牽制として使えるんで耐えた分両者が 3-1 を仕掛けたまま対応で 2P を返しました、はい、まだ状況的には全然問題ない感じですね、はい、若干 1P がフィールドが狭くて不利かなという感じですが、だいぶ高くまで積み上がってますよ、ね、うん、だがこれはちゃんと見ながらやっているのでまだ大丈夫です。3連鎖いきましたが、あリベが返していきます、 こちらも3連鎖打たされました、 1P ですね、 1P が打たされた、はい、アルフが6連鎖、7連鎖、間違えましたかね、間違えた、どっちがですか、まあ、2P がちょっと、あ間違えたちょっと見ていなかったんですけども、ミスったような2セット目もアルフ、いやアルフは準決勝進出です。